日本群馬県桐流市梅田町梅田町は群馬県桐流市の町名である。面積は55.85平方キロメートル。郵便番号は376-0601。桐流市の北部に位置する。旧梅田村、田沼町の一部にあたり、桐流市第14区に属する。東部は菱町に、南部は天神町、平井町、宮本町に、西部は川内町に、北部は 緑市大浜町小平、東町山、東町草木、東町沢入りに、東北部は栃木県佐野市彦間町にそれぞれ接する。町域のほとんどが山地で占められており、根本山や鳴上山など、足尾山地の山々が連なる。被釈山には、桐生市が築いた被釈山城があった。 根本山を水源とする気流川が、押し山西や高沢川などの支流を集めながら、町内を南に流れている。上流には、気流川ダムがあり、ダム湖は、梅田湖と呼ばれている。町内南部の気流川下流域が、梅田町一丁目となっており、川を遡るにつれて2.3、4.5丁目となる。被災山かつての山田郡梅田村にあたる。 1954年10月1日に梅田村が桐生市に編入したことで新たに梅田町となった。2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町内に鉄道駅はない。群馬県道、栃木県道66号桐生田沼線。 群馬県道343号、沢入気流線、群馬県道337号上藤大路線が通過。ありがとうございます。